さてと、この後どうすっかな。もうちょっと学校にはいるけど、どうすっかな。帰ってもすることねえしな。そうだ、俺屋上とか行ってみよっかな。俺も特に意味はないけど、校舎裏の方にでも行ってみっかな。もう女子はほとんど帰ったけどね。チース。ったく、どいつもこいつもちょこちょこって。そんなに食いたいならてめえで買えばいいじゃねえか。お前それ本気？今日ばっかりは自分でチョコ買えねえだろ。はあ、そういうもんすかね。お前ほんとそういうの鈍いな。ま、いいけどな、俺はもらうあてあるし。あてにしてねえよ。悲しすぎんだろその人生。結構もらえんだって。ジュネスのパートさんからゼロじゃねえってのが重要なの。ねえ里中さん、天木さん、あなた方今日は随分大きな紙袋を持ってきてましたよね。鬱陶しい要求の仕方だな。まあ一応持っては来てるけど。ねえユキコ。あ、うん。お、ありがてっす。甘いもん普通に好きっすよ。なんでお前もらう前提なんだよ。俺のかもしんねえだろ。ガチくなっつーの。てか私も一応持ってきてるんですけど。もしかしてチョコ配ってる？ちょうどよかった。じゃあまずはいつも頑張ってるチエ先輩からね。なんで私？だって今日は好きな人にチョコをあげる日でしょ。お世話になってる人に感謝するにはぴったりの日だもん。この子できる。この気配り芸能界仕込みね。いやー、まさかリセチーから手渡しでチョコもらえるとは。気にしないで、ただの義理だから。ですよね。ここのチョコレートほんと美味しいからみんなで食べてね。それじゃあ私他にも配るとこあるから行くね。すごい、何あの隙のなさ。あれ、ナオト君？皆さんお揃いで何してるんですか？何ってそりゃ、今日は一大イベントデーだろ、ね。ああ、それで。それじゃあお酒に失礼します。あいつだけは本当マイペースだな。なあ、カンジ、その…よし、今日は俺と過ごすか。別にいいっすけど。なんかさ、完全に出遅れた気がするんだけど。全員注目。ここに名前を書いたチョコが入っています。各自持って帰るように。それじゃあ私今日は家の手伝いがあるから、チエ、あとよろしく。ちょ、ユキコ？なんすかあれ。ああ、俺分かっちった。里中さん、なんなら俺らすっとこう消えますけど。いい、そういうの余計緊張する。あのさ、私もこれ君のだけ入ってないから、あ、後で。ああ、グッダグダだなあいつ。ま、そこも可愛いんじゃねえのな。ごめんね、チョコ渡すだけなのにパニクっちゃって。
昨日からずっとパニクってるんだけどさ、それでこれなんだけど。悩んだけどやっぱ手作りしてみた。ちゃんと気持ち込めたくて。味はわかんないけど、でも普通にチョコだよ多分。なんか緊張するな。でもきっと美味しいと思う多分。よかった、全部食べてもらえて。うまく固まんなくて結構苦労したんだ。湯煎っていうのに挑戦したんだけど、いくらお湯入れても全然混ざんなくて。ハート型とかうざかった？私らしくないよね。そっかならいいんだ。来年はちゃんと綺麗なハート型にするから。なんかまだ信じらんないんだ、君が私を選んでくれたってこと。私なんていうか普通でしょ、ユキコとかリセちゃんやナオトくんと比べてさ。なのに私なんだもん。夢なら覚めないでくれって思っちゃうバカだよね。急にそういうこと言うの。反則ガチ。いつかね、君が自慢できるような女の子になりたいって思うんだ。彼女だもん。こんだけ近いとさ、心臓の音聞こえるね。トクントクンって君の音。君の音もね。君の匂いも全部好き。もっと近づいて一つになっちゃえばいいのに。君とさ、私の音。